多死症多死症とは手足の奇形の一つであり、指が分離形成される段階で1本の指が2本以上に分かれて形成され、結果として手足の指の数が6本以上となる疾患である。反対に指の数が少ないのを血死症という。手足の先天性異常では比較的多くの割合を占め、様々な症候群に合併する。多症の X 線写真骨格には、 不完全な部分が見られない。多少の X 線写真中足骨の形態から、長子が2本あるとわかる過剰な指が、痕跡的に尽きてるもの、細い茎でブラブラする指が繋がっているもの、完全な指の形を示すものまで見られ様々である。人種的には黒人に多く見られるが、どの人種にも見られ、日本人では、種子の場合は母子に、即死の場合は大部位子に多く見られる。 ブラジルには14人の家族全員が先天的に指の数が多いた指標である例がある。現代、特に先進国では幼いうちに1本を切断し5本指とすることが多い。その際は指の大きさ、骨や関節、筋腱における異常を検討して切断しを決める。手術治療を行う場合は指の機能が確立される1歳児までに行うのが主流である。 国や時代によっては尊ばれる身体的特徴となる場合もあり、随所の西域伝によると、ソロクでは、一手足南武蔵、三死ひむさし者不育という風習があったとの記述がある。犬や猫は前肢には5本、後肢には4本の指があるのが一般的であるが、多少のケースも存在する。アーネスト・ヘミングウェイの飼い猫が多少であったことが知られ、現在も、 その遺伝を受け継いだ、多少の猫の子孫が健在で、ヘミングウェイの猫と呼ばれている。犬の後足にある、第一子は、狼爪と称されている。多少ではないかと噂された人物、マリリン・モンローは、左足が六本跡だったという説があるが、これは誤りである。一枚の水着写真に写った足が、光の加減で六本子のように見えるものの、その数日後に撮られた。 写真、並びにそれ以前に撮られた幼少期の写真ではいずれも5本後であることが確認されている。作曲家兼ピアノ奏者のフランツリストは存命中、手の指が6本あるのではないかとの噂があった。これは超絶技巧によって人々を魅了したために生まれた噂であり、6本指だったわけではない。ブラジルの6本指家族。 母国代表6度目の W 俳優賞に向け応援。h t t p j p ロイタ t e r c o m アーティクルアトリーナフニューズエジプ文ゥンレレー W20146232014 年6月27日閲覧。三上三次豊田大公について安土桃山時代史論ひとしとも社1915年渡辺大門 秀吉の出のと出世伝説用泉社、2013年、85から86ページ。吉川幸次郎、原名市外説、岩波文庫、2006年、186ページ。外部リンク、マリリンディド・ノット・ハブ・シック・ストーズ、オン・ワン・フット。ありがとうございます。